皆さんこんにちは、わらび1号です。皆さんこんにちは、わらび2号です。今日のエキロマンは奈良県天理市にあります JR 天理駅です。おお、天理駅大きいぞ。近鉄電車の駅もあるんだね。後で見せてもらいましょう。エキロマンは JR の駅に行くんだもんね。近鉄の天理駅、後で外からちらっとだけ見せてもらいましょう。1号、相当気になってるの、バレてるぞ。おお、緑の窓口もあるね。この辺りでは大きな駅ですからね。入場券売ってるかな。当選です。おお、久しぶりの入場券。そんなこと大きな声で言わないで、いつも買ってないみたいじゃない。まあ買えてはないね。団体専用出口だってかっこいいね。おお、ようこそお帰り。この駅は全国から人が集まってくる時があるようですね。すごいな、黄色いやつが当選もしてる。1番乗り場、2番乗り場の南側の階段ですね。広いぞ。こっちの乗り場は普段回送しか来ないから行けないようになってるんだね。こっちは北側の階段。こっちも行けないね。こちらは3番、4番乗り場の北側階段。こちらは同じく南側階段。どこの乗り場からも広い階段使えるね。電車に乗り降りする人は普段3番と4番乗り場しか使ってないんだね。3番4番乗り場に上がってきた。 JR 天理駅は高架駅だ。それでは JR 天理駅の情報を見てみましょう。1日の平均乗車人員は1850人から1900人くらいの駅のようですね。この駅は直営駅のようです。さすが JR 天理駅。まもなく万葉まほろば線が4番乗り場に入ってきます。ご注意ください。奈良方面から来ました。今日もなんかモヤモヤの中走ってるね。電車って走っていく姿見てるだけでいいですね。桜井まで行ってらっしゃい。1番2番乗り場には団体専用出口がありますね。1番2番乗り場は団体用なんだね。屋根の上に小屋がある。足元注意。近鉄天理駅の屋根が見えますね。屋根、大きいな。ベタな停車場中心、電車が来ます。高田方面から電車が来ました。Thank you.
赤いお顔ちゃん、今日はいい顔してますな。あら、そうかしら。いつもと変わらないと思うけど。2号のように心が綺麗じゃないとわからないんだぞ。あらあら、昔そんな感じのセリフ絵本で見たことありますね。鬼の観察力の1号だけど、もっと綺麗な心も育んだ方がいいぞ。はいはい、心の綺麗な2号さん、これからも頼りにしてますね。まあいいでしょう。バイバイ。駅前もなんだか楽しそうですね。天理駅、すごいぞ。降りてきちゃった。駅前にいろいろあるみたいですね。さっき大きなトランポリンしてた人いたぞ。駅前が遊べる場所ってなんだかいいですね。お、南団体待合所だって。普段は開放してくれてるんだね。なんて素敵な駅かしら。人がゆっくりしてるね。こちらは北団体待合室。そうだね。おお、近鉄天理駅だ。こちらの駅もなんかすごいぞ。規模は違いますが、阪急の大阪梅田駅のような素敵な乗り場ですね。こんな駅好き。 JR や阪神電車の切符も一緒に買えるんですね。近鉄電車で京都や奈良、難波に名古屋、賢島まで行けちゃうからすごいですね。どこでも行けちゃう。ねえ見て、到着時刻表なんてあるぞ。飛行機みたい。ほんとね、近鉄天理線はお昼の少ない時間でも1時間に2本か3本は電車あるんですね。京都行きや大和西大寺行きもあるけれど、とりあえず平畑まで出なきゃだね。そうね、橿原線の平畑に出ると北にも南にも行けますね。おお、本番乗り場に電車来ちゃった。ほんとね、急いで JR のホームに戻りましょう。およ、急いで戻るんじゃなかったの。電車が入ってきちゃった。来ちゃった、じゃないぞ。相変わらずマイペースだな。近鉄電車も素敵ね。東端式ホーム、すごいぞ。それ、2号のセリフなのに。興奮しちゃった。さっきからずっと1号の鼻息が腕にかかってるんですけど。おっと、また入場券買わなきゃだね。途中で、出ちゃったもん。出ちゃったもんって、まったく、誰のせいだ。3番乗り場に、すでに奈良行き。来てましたね。今日もグダグダだ。短い線の見つけた。あら、ほんとね、気づかなかったわ。心の綺麗な2号だから見つけられたんだぞ。あらあら、本当に綺麗なのかもね。奈良まで行ってらっしゃい。この駅もコンクリートと木の枕木両方使われていますね。かわいい階段見つけた。こちらははしご。電車が入ってきます。奈良方面から高田行き来ました。そういえば、亀山駅前の再開発の工事、もう終わってるみたいですね。それじゃあ、亀山駅に行かなきゃだね。約束だもん。そうね、近いうちに行きたいわね。おお、また青い機動車に会えるね。関西線も、草津線も、万葉まほろば線も、まだコンクリートしてませんからね。じゃあ関西本線非電化区間、コンクリート目指しますか。そうね、そうしましょう。愛しのお顔ちゃん、また戻ってくるから待っててね。高田まで行ってらっしゃい。 JR 天理駅、素敵な駅でしたね。 JR 天理駅、ありがとう。今日も最後まで見てくれてありがとう。また次の駅でお会いしましょう。またね。